高齢者をターゲットにした特殊詐欺被害を防ごうと、年金支給日の今日、警察と保育園、医療機関が連携した啓発活動が行われました。みんな気をつけてね。連城寺保育園の園児たちが高齢者らに特殊詐欺被害の防止を呼びかけます。保育園のすぐ近くにある川崎医科大学高齢者医療センターで、一時的に入院する高齢者らに啓発を行いました。岡山県警によりますと、岡山県内では今年4月末までに53件の被害が確認され、このうち高齢者が半数以上を占めています。特殊詐欺被害に遭わないようにと、子どもたちは施設の利用者にチラシを配りました。チラシを渡したときに電話に気をつけてほしいなと思って、こういったきっかけをもとに高齢者の方も特殊詐欺に引っかからないようにしないといけないというふうなことを再認識できたのじゃないかなと。個人の問題ではなくて、もう社会的な問題と言っていいと思います。地域ぐるみ、社会ぐるみで撲滅を図っていきたいという、そういうふうに考えております。岡山中央警察署は今後も地域と連携して特殊詐欺の被害防止を呼びかけていく方針です。